藤原義継は奈良時代の苦行。署名は少なまろ。藤原指揮下の祖である三義、藤原馬会の次男。官位は十二位、内大臣。増将一位、大城大臣。君党は君四党。平成、佐賀良天皇の祖父祖父。天平十二年に発生した兄、広継の反乱に連座して、伊豆国へと流罪となる。天平十四年に罪を許され。 小判寺に任せられ、天平十八年生六位下から十五位下に助せられる。その後、越前守る、かず守る、相模守る、上野守と地方官や、民部省有、宇宙弁、造具大輔と教官を歴任するが実績を上げることができなかった。加えて、南家、北家に比べると、四季家の衰退ぶりは著しく、少なまろは不遇の日々を送っていた。当時は、 いとこで南家の藤原仲丸の絶頂期であり、天平法治6年には、仲丸の3人の息子が賛議となる一方、少なまはは47歳にして、未だに15以上の異界に甘んじていた。そのような状況の中、少なまは、最近今、盲人、石上やかつぐ、大友やかもちらと結託し仲丸暗殺計画を、起とするも計画は、仲丸側に漏洩 天平法事七年に四人は捕らえられるが、少なまろは単独犯行を主張、八逆の一つである大不敬との罪により、下官の上、生も剥奪された。なお、他の三人は、罪は問われなかったものの九州に左遷された。天平法事八年九月に中丸が反乱を起こすと、少なまろは召直を受け兵数百人を率いて、これを打ち、十五以上から三回昇進して、 十四人下に、少女されるとともに君四等を除君され、さらに同年十月には、正四以上、多在卒に除任された。天平神後二年には、十三位に昇進。三義に任ぜられた、石上康具とともに苦行に列。神後慶文四年三義に昇進して間もなく、聖徳天皇が崩御、皇子選定にあたっては弟、桃川といとこで北家の藤原長寺とともに、 白壁王の擁立に尽力し、小僧位、中納言に叙任された。同年、吉継に改名。法棄2年に、左大臣の長手が死去すると公認天皇擁立の後進として、藤原氏一門の中心的存在となり、中納言から一挙に内津臣に任せられ、右大臣、大中富清まに次いで、大上官の自席の座を占める。この、右大臣、 内津臣平地の背景には、右大臣の清丸には、大上官の政務に当たらせ、公認即位に貢献した吉次は内津臣に任じて、側近として政務に当たらせようとしたと推測される。なお、当時の大上官府の戦車として、清丸、ろ、吉次はほぼ同数現れており、当時の大上官には二人の権力が並立していたと見られる。ここで清、清まを左大臣、 義継を、右大臣とする方法も考えられるが、異界が、肖像くらいである義継を、ジュニーの大納言、紛やの大市に超越させることができなかった、大中富氏という家柄から清丸の、左大臣就任をはばかったとする見解がある。この頃になると義継は権力を一手に握って、思いのままに政治を行い、官人の人事も自由にしたという。放棄五年中に。 放棄8年正月に内大臣に任せられるが、同年9月18日に隠れ後、去年62、最終官位は内大臣十二位、即日11位の異会を贈られた。万葉集に取られた和歌作品はないが、天平法事元年12月18日、三慶王帝の縁で伝承された妻の歌がある。中期のないものは俗に本気による。 安倍小美との間に生まれた娘、乙室は、官武天皇との間に、平城天皇、佐賀天皇、高市内親王を設け、平城天皇の即位に伴い、義継は、小一位、大城大臣を追贈された。しかしながら、男子には、恵まれず越前守るなどを務めた一人息子の宅尾が、長岡京で俗に襲われて死亡すると、家は断絶するに至った。ありがとうございます。